精神科の真実を語りたいと思いますっていうね、まあ、ちょっと重めのタイトルで始まっちゃったんですけど、まあ、そんなに重い話ではないのでそこはまあ安心してくださいというわけで星です。今回はですね、まあ、タイトルにもある通り、まあ、うつ病をね経験している私が、語るですね精神科っていうのはどんなところなのかっていう話をしていきたいと思います。この動画はですねまだ精神科とか心療内科とかね、その辺に行きたいんだけどちょっとまだ行けない怖いとかねどういうところなんだろうっていうふうに、悩んでる人向けの、まあ、動画になります。で動画の冒頭でも言った通りですね、私は24歳の時にうつ病になりまして、で今もう32歳なんですけど、合計でね3箇所行きましたね精神科は。まあこれはあの環境の変化だったりちょっとね病院の先生が合わないなと思って変えたりとかっていうのはあるんですけど、今までで合計4人の精神科医の先生に見てもらいました。でその私の経験から言って、まあ、大体こういうところだよっていう話をねしてみたいと思います。でまず最初にそうですね2つかな、意外に普通意外にあっさりっていうね、まずこの2つが一番びっくりな印象っていう感じですかね。なんかこう精神科とかっていうとさ怖いネガティブなイメージがあるじゃないですか。まあ、でも実際はね内科、普通にあの風邪ひきました、ね、内科のお医者さん行きますっていうのとほとんど変わんないです、あの印象はね。まあ、もちろんその診断とか診療の仕方とかまたちょっと細かいところは違うけど、まあ雰囲気ですよね、雰囲気はそんなに普通の病院と変わんないですかね。まあ、ただその大学病院みたいな大きなところに入っている精神科とかじゃなくて開業している病院ね、精神科しかないみたいなとか心療内科しかないみたいな病院だともうちょっとね患者さんに気を使ったような作りに、優しい感じの作りになってるところもありましたね。で診察に関しても別にそんなにね風邪いた時に受ける内科の感じと変わんないです。ただまあ違うのはあの一番最初の問診はちょっと長いですかね。私の場合1時間ぐらいあったと思いますけど、最初はねいろいろ聞かれるんです。とにかくめちゃめちゃいろいろ聞かれるし、問診票とかもいっぱい書かなきゃいけないしってのはありましたけど、まあそれ以外は基本的には同じです。なんか早く社会復帰しなきゃいけないんじゃないかとかいろいろ言われるんじゃないかって思うかもしれないですけど、まあ悪い医者に当たらなければゆっくり休んでくださいって言われることの方が多いと思いますね。まあ、だからその変なプレッシャーをかけられるっていうことも、まあ、ないっていうふうに考えてていいと思います。であと待ち時間、待ち時間に関しては、おそらく今まで経験したことはないような待ち時間を経験すると思います。まあこれに関してはね、なんでそういうふうに長いのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、やっぱり私たちこううつ病っていうのは、まあ、基本的に脳の病気だっていうふうに言われてることもありますけど、まあ、悩みを聞いてほしいとか話を聞いてほしいとか、まあ、ちょっとパニックになってしまったりとかね診察中に、まあ、他の病気と違ってそういうことが起きるので、まあ、例えば診察中にさパニックになってる患者さんがいても、あもう診察時間ここまでなんで帰ってくださいなんて言えないじゃないですか、あの人としてね言えないから、多分ある程度の対応を取ったりとか、あと急にこう新刊が入ったりとか、あの結構ねそういうイレギュラーなことが発生しやすい科なんじゃないかなって私は思ってますね、客観的には。ただその個人的にはまあ早せって思うのが正直なところですけど、まあ予約しててもね30分以上待たされるとか、予約してても私の場合最高1時間半待ったことありますけど、まあそういうね待ち時間が多いところもありますね。もちろん待ち時間ないところもあるっていうのは聞いたことあるんですけど、まあ同じ闘病してる友人だったりとか、まあ私の YouTube のコメント他に書いてくださる方の意見とか見てると、まあ、基本的にやっぱ待ち時間は長い人の方が多いなって印象はあります。で最後ですね、あの精神科の先生についてです。どういう人なのかっていう、まあ、これを言っちゃうと怒られるかもしれないですけど、変な人多いです正直言って変な人が多い。変な人ってどういうことって思うかもしれないんですけど、まあそうですね、これは基本的に精神科の真実を語る動画なので、精神科をこういいイメージにして、もっと精神科にこうお客さんが来るようにしてあげようみたいな、そういうね両親のもとに作られた動画ではないのではっきり言いますけど、人の気持ちがわからないお医者さん多いです、はっきり言ってしまうと。まあそうですね、病気の専門家であって人の心とかを理解する専門家ではないなっていうのが私の正直な意見ですね。まあもちろんねいると思いますよ、その話を聞いてくれる精神科の先生とかたくさんいるとは思いますけど、まあ私の知ってる範囲とあと YouTube のコメントとか見てる限りは、まあ大概は患者さんは不満を持ってるなという印象を受けます。はい、まあ、ざっと話してきましたけど、まとめると、まあ、意外と普通、意外とあっさり、変にプレッシャーをかけられることも特にありませんと。ただ待ち時間は長いですと。で精神科は変な人多い、精神科は変な人が多いですよと。まあ、大体この5つですかね。まあ、だからあの感覚としては普通の、内科の病院ですよね、内科の病院に行きますよとかいう感覚で行ってもらって全然いいと思います。まあ、ただそこにいるお医者さんはちょっと変わった人が一癖二癖あるお医者さんが多い可能性は高いと。まあそういう感じで、まあ覚悟していくといいかなと思います。で、まあこれを聞くとさ、なんか、
私なんかすごい辛いことがあって、ね、周りの人にも理解してもらえないし、そういう話が聞いてもらえると思ったのにっていう風にね、まあ、思ってしまう人もいると思うんですけど、まあ、話を聞いてもらうとか共感してもらいたいとか、そういうことに関してだと、まあ、カウンセラーって言われる人のところに行った方がいいでしょうね。まあ、ただもちろんね、病気なので、ちゃんと精神科に行った上でカウンセリングを受けるっていう形がいいと思うんですよね。でカウンセリングを受けるこうステージとかもあって、めちゃめちゃ急性期の時には受けない方がいいっていう意見もあったりするんですよ。だからその辺は主治医の先生と相談しながらね、どのタイミングでカウンセリングに行くのかっていうのを教えてもらった方がいいとは思うんですけど、ただまあ私の個人的な意見としては両方行った方がいい。もちろんお金はかかっちゃうんだけど、両方自分の欲求を満たすためにはね、両方行った方がいいのかなと思いますね。で私に関しては病気の症状とかを、まあ、論理的に効果的に伝えて、極めて合理的にさ、これがいいと思いますよみたいな、ね、生活はこういう風にした方がいいと思いますみたいな、その機械的なアドバイスをもらうのが精神科医だと思ってます。これ私の意見ですよ。実際もう精神科医の先生怒られそうですけど、私はそういう風にもう AI だと思ってます、はっきり言って。で自分の悩みを聞いてほしい、愚痴を聞いてほしい、共感してほしいっていう感情を持ってる時は、私はカウンセラーに話を聞いてもらってます。でカウンセラーって言っても本当に一口にいろいろいまして、特にね、法整備されてない領域なんで、例えば私が今日からカウンセラー、心理カウンセラーですって名乗っても別に問題ないんですよ。ただ私が今日から精神科医ですっていうのは法律上ダメなんですよね。それは医師免許っていうのがちゃんとね、整えられてるんで、それはできないんですけど、カウンセラーって一口に言っても本当にいろいろいるので、その中でも特にね、ちゃんと勉強してる人っていうのは、臨床心理士っていう資格を持ってる人ですね。臨床心理士っていう資格を持っている先生がおすすめです。まあ臨床心理士のカウンセリングの欠点というのは、まあ、単純に値段が高いっていうことですね。保険とかは効かないので1時間で、まあ、安いとこだと 4,5,000円、高いとこだと1万円とかいったりします。はい、まあそれがネックではあるんですけど、まああくまで私の場合だと、まあ、やっぱりカウンセリングを受けた方が絶対良かったなと言える人生になってるんで、まあ、私個人の場合はね、おすすめはしますけどね。まあという感じでね、精神科の真実っていうのを語ってきました。まあ本当だったらね、ちょっと体調悪かったらすぐ行ってくださいよって、めっちゃいいとこで、みんなの症状もね、きっと良くなりますよって言いたいところなんですけど、言いたいところだけど、まあやっぱりね、全部が全部いいわけないですよね。まあ先生は正直一癖二癖ある。でこれに関してはね、精神科医の先生には怒られるかもしれないけど、まあ私の動画を見てくださってる人とか精神科に行ったことがある人たちだったら共感してくれるんじゃないかなと思います。精神科医が変わった人が多いっていうのはね。まあでもそういうふうな覚悟を持って言っておくと、あ、マジで変わった人だって思って、ちょっと気がね、楽になる可能性はあるので、まあそういうふうにね、思っていただければいいかなと思います。で、最初に言った通り、この動画は、精神科にまだ行ったことがない人向けにね、語ってる動画なんですけど、まあ、私の YouTube 見てくださってる人っていうのは、もうすでに行ってる人とか多いので、まあ、みんなもね、ぜひ、まああんまり怖すぎない程度に、コメント欄にね、精神科の真実っていうのをね、もしよかったら書いてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。